栃木の名店を訪れて美食をめぐる栃めし。日光市の五光町の和食どころ古橋。かつて日光の町中にあった明治創業の古橋旅館、その古橋旅館の飯店を羽織っているのが元館主俳優の伊藤勝信さん。今日ご紹介するのは古橋旅館の名物として人気を集めたけんちん汁です。なんかみんな集まった時とか、もう例えば季節の時とか、そういう時は結構作ってましたよね。でこの町内会の人とかに、昔の古橋旅館の時のけんちん汁こんなだったよなとか、あこんな感じじゃないのっていうんで今の形になったんですけど。作るのはかつて古橋旅館の厨房を切り盛りしていた奥様。迫力満点の地元の野菜たちを使い、大鍋いっぱいに仕込み、一日置いて味をなじませて作り出されるのが当時人気を博した味わいなのです。はい、お待たせしました。今も多くの人の記憶に残る古橋のけんちん汁です。絶対にこれ手作りだなっていうのは分かるんだよな、きっと。派手さはないんだけど、なんかこう優しい感じのこう料理かなっていうふうに。優しい味わいが身も心も温めてくれる思い出のけんちん汁です。